阪急バス、西宮営業所は、兵庫県西宮市、深津町にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、西宮営業所前。西宮市の鉄道駅を起点とする、市内南部の路線を担当する。西宮市には、公営のバスがないため、阪神バスとともに、地域の足を担っている。臨海部の路線が多い阪神バスに対し、当営業所の路線の多くはやや、 山手寄りを走る。ただし、逆に、上ヶ原系統の一部が臨海部の浅蘭町を走ったり、阪神バスも西宮山手線で、紅葉園駅まで乗り入れたりしている。また、宿川大系統は、阪神バスはし、林寺線と同じルートで、2006年10月より、阪神西宮と阪急西宮北口を結ぶ路線を共同運行している。西宮市でも、 鉱山より北側の山口地区は山口営業所の担当となる。市の南北を縦貫する桜山並バスにおいても全区間で同営業所が単独で担当している。芦屋浜営業所と並び、兵庫県下の阪急バスの営業所の中では比較的早い時期にピタパを導入した。上ヶ原系統西宮営業所管轄路線で使用されるハイブリッドバス高等園。 西宮北口、JR 西宮と浅賀町を結ぶルートをベースに、経由地別に多様な系統に分かれている。系統番号のない一つを除き、いずれの系統も一方循環の形態で運行する。2010年7月1日のダイヤ改正で、10番台は高等園方向、20番台は西宮北口、浅賀町方向の路線に再編された。 高重公林会館停留所は当初は同施設の敷地内のみに設けられていたため施設の休館日は同停留所を休止し通過としていたが2020年1月27日のダイヤ変更で休館日も含め通年営業することとなったこのほか毎年秋に行われる西宮市民祭りの開催日には浅蘭町方面へ行く系統は 西宮市役所前から、石材長官を休止とし、札橋寺交差点へ迂回する。以下は、2021年4月3日以降、同改正で大幅に、系統番号を見直している。美高甲子園口系統かつては、西宮北口。甲子園学院前から、熊野町 JR 甲子園口を基本に、西宮北口高木等町上野町熊野町。 JR 甲子園口便も2時間に1本、程度運行していた。あとに、全便とも甲子園学院前を経由することとなり、上野町経由便は、西宮北口、甲子園学院前から、熊野町上野町熊野町 JR、甲子園口と、熊野町を2回経由するルートに変更された。さらに後に、西宮中央病院へのアクセス確保のため、上野町経由便を延伸し、 現在の50系統となったが、西宮北口からでは JR 甲子園口を経由するため、非常に大回りとなっている。このほか、2007年3月まで、平日の甲子園学院中学校、高等学校開校日朝のみ、西宮北口、甲子園学院前から、西宮北口の循環系統の運行もあった。2021年4月3日改正で、ルートの見直しが行われた。 宿川台系統西宮営業所管内では最もルートの変遷が激しい路線であり、現在のルートは2007年3月18日の JR 桜宿川駅開業時に実施されたダイヤ改正でほぼ確立された。運行系統図などでは西宮市内線とは別の宿川台線と紹介されることもある。運行本数で中心となるのは一点二系統で、 西宮市内中心部から県道82号、大拓西宮線を走行し、白道町、十林寺町地区へと向かう。同地区には、桜山並バスや、阪神バスは市林寺線も乗り入れている。2010年4月1日の改正では、桜山並バスの増発に伴い、1系統の大幅な減便特区間の短縮、2系統の カブ山ヤマ乗り入れ便の廃止などが行われた。翌2011年4月1日の改正では、1系統の西宮鉱山高校前発最終便、時刻の繰り下げや、2系統の西宮北口乗り入れ等が行われた。クラクエン、系統1987年11月20日の改正までは、阪急宿川より、東の西宮北口を起点とする28系統、 だったが、同改正後は、阪急宿川を境に系統が分割され、朝の2本のみとなった。なお、分割後もしばらく双方の系統で、28系統を名乗っており、2007年3月18日の改正では、足足内線の4系統と、同一ルートを走行していることから、それと同じ4系統に改版された。西宮市内線の1系統として扱われることがある。 また、35系統は、阪急坂瀬川を発着地としているため、宝塚市内線の一系統として扱われることも、ある。二川駅前から東へ向かい、いずれも、向こう側沿いの県道114号、西宮宝塚線を経由し、阪急坂瀬川、または、JR 甲子園口駅との間を結ぶ路線である。阪神競馬場のそばを走行することから、 かつては、周辺道路の渋滞による遅延を避けるため、競馬の開催日は渋滞のピークとなる15時から17時、前後の時間帯において、35系統は、新名和前、36系統は、後部橋に沈めで折り返す措置をとっていたが、1997年11月29日の、改正で解消された。当初の、新川駅前停留所は、県道三十七号。 生瀬門湖創線上にあり、二川と称していたが、駅前の再開発で、ロータリーが完成したため、2003年4月8日の改正から、現在の駅改札口前に乗り入れるようになった。2004年10月16日の改正より、高等園発着は昼間時のみとなり、それ以外の時間帯は二川駅前止まりとなる。2021年4月3日のダイヤ改正で、 向川線の二川駅前高等円管を廃止し、全便が二川駅前折り返しとなった。2001年3月31日の USJ オープンと同日に運行を開始したが、乗客が少なかったため、わずか半年後の2001年9月30日をもって撤退した。2002年12月4日より運行開始。運行区間に西宮市内は含まれていないが、 西宮北口発着の関空リムジンバス専用車が重当されていた。2018年3月30日の運行を最後に廃止された。全区間が大人220円の均一運賃であり、阪急バスの営業所で唯一、運行区間で料金が変わる路線を保有しない営業所である。2003年9月13日午後、和紙林寺付近を走行していた宿川大線のバス車両が、 右折車を避けようとして、急停車。この時に60代の乗客が首などに軽傷を負ったが、運転手や報告を受けた西宮営業所は警察に届け出なかった。西宮警察署は、その事故を組織的に隠した疑いが強まったとして、10月23日、道路交通法の報告義務違反と業務上過失、障害の疑いで、同営業所を家宅捜索した。 営業所長は運転手に、車内での事故なので、時短で対応すれば良いと指示した上、主婦にも通報しないよう求めたが、時短が成立しなかったため、10月中旬になり、営業所側が、同所に届け出て事故が発覚した。これと、同時期にも、西宮営業所で連続して、事故の隠蔽事件が発生していたことが調査により、判明している。ありがとうございます。